すいません皆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。うわー嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。うわこんなにサポーターの方がいる状況がマジ本当ないんで。ないですかね。嬉しい、嬉しいです、ね、ありがとうございます。まずちょっと自己紹介ですね。はい、じゃこれどこに立つのが正解なんだろう。これぐらいどっちがここでいいのかな。いいですね。怪しいかな、ここ。あこ、なんか変な変な立ち位置ですけど、じゃあ、はいはい、僕から自己紹介いいですか。あ、もちろんです。ありがとうございます。皆さんこんにちは、サガン鳥栖 SRO の高橋よしきでございます。今日はお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私佐賀県鳥栖市出身のお笑い芸人、オラキオでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。うわー嬉しい、嬉しいですね。やっとサガン鳥栖の皆さんとこうやってお仕事をできるっていうのも嬉しいし、はい、ホームで観戦できるっていうのも本当に嬉しいです。僕東京に今住んでるので、なかなかアウェーの試合は結構行けるときは行ってるんですけども、なかなかホームではそんな見れてないんで、もう今日楽しみなんですけどね。え、はい、強敵ですね、マリノス。強敵ですね、マリノス強敵だよ。調子いいですもんね。でもなんとかね、はい、今日は勝ち点3、そうですね、まあ、取りたいところですが、ゆかりのある選手もいっぱいいますしね。確かに、はい、もうね、エドアルドさんが行くってなった時はどうしようかと思いましたけども、なんとかでもそこを乗り越え、はいはい、代表に入った選手もいますしね。そうですね、水沼さんもいて、はい、高岡さんも今日活躍するんでしょうね、はい、でもそのお互い活躍してバチバチで勝ちたいですね。鳥栖が勝ちます。はい、そうですね。いやありがとうございます。すいません、いや本当にね、サガン鳥栖のお仕事ということで、6時10分から高橋よしきさんとトークショーというねだけ言われて何も聞いてないこんなにフリーなことあるんだっていうぐらいね、もうよしきさんもちょっとね困っちゃって、はい、でもオラキオさんがいたらもう何時までできんだみたいなねとこもありますけど、試合前までには、試合前移動時間もちょっと考えてですね。そうですよね、はい、7時キックオフですから6時半35分でギリいけますかね。いけますかね。ありがとうございます。ありがとうございます。ただもう本当にね、2人で事務所から2人で来たんで、はい、今何時なのかもちょっと分かってませんタイムキーパーさえもね、はい、なかなかない状況でやってますんで、はい、誰かしらが判だよって教えてくれればそこでやめたいと思います。ありがとうございます。嬉しいね本当に。皆さんちょっと今チームとしては悪い流れではありますから、はい、そうですね、ただここで首位のマリノスを撃破することによって勢いをつけるのと悪い流れを断ち切るという意味ではね、これはピンチでもありチャンスでもあると思うんですよね。まあ本当に流れを変えるっていう意味では絶好の相手だな、うん、絶好の相手ですよね、はい、思います。でやっぱりもうマリノスさんも首位の意地というかプライドでバッチバチ攻めてくると思うんで、うん、そんなサガン鳥栖でこう引いてとかってことは絶対ないと思うんで、ないと思いますね。もうお互いバチバチのこの攻め合いでどっちが自分たちのサッカーをできるかっていう、できるかポイントですね。ねえ、何を体操選手が言ってるんだっていう今いや本当に僕ビジネスじゃなくて本当鳥栖出身でね、本当にもうスタジアムのすぐ近くのところで、地元でもう本当に二十歳まで僕鳥栖にいたんですけど、二十、うん、はい、歳からちょっと東京に行ってしまったんで、東京でもう今こう見えて45歳になるんで、東京の方が長くなっちゃったんですけども、本当に東京からいつもサガン鳥栖を応援させてもらってます。このね体操着も若干サガン鳥栖カラーに近い、いやだいぶサガン鳥栖カラーですよ。もうそうですよね、はい、普段僕赤なんですけど、うん、今日はもう水色だろってことで、はい、今日は水色で来させていただきました。もうちょっとピンクも入ったらですね。本当なんです、はい、もうこのマークをピンクにすればよかったすいません。じゃあ皆さん、はい、せっかく芸人が出てきて、あ、ネタやらないんかいっていうね、いいんですか。そんなもん、芸人が出てきてネタやらないでトークだけっていうのはね、嬉しい、売れてる人しか許されないんですよ僕みたいな売れてない芸人はネタをね、売れてます、はい、
じゃあ皆さんちょっと初めてオラキを見たという方もいらっしゃると思いますが、私あのトンネルズの皆さんのおかげでしたのですね、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権っていうのに出てまして、そこで本当すいません、本当はこのサガン鳥栖の選手の細かすぎて伝わらないのネタがあればよかったんですが、ちょっと今日はまだ初めてということで、次からはもうね、こういうイベントがあったらサガン鳥栖の選手バージョンの細かすぎてのネタ作ってきます。次お願いしますね、はい、なんで今日はちょっと初めましてということなんで、体操選手のモノマネでちょっと勘弁していただきたいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと僕ネタの性質上あのマイクが持てませんで、ちょっと地声で、はい、もし後ろの方聞こえなかったら想像していただいてよろしくお願いいたします。すいません、ちょっと置いていいですか。持ちますよ。あ、持ちます。はい、素晴らしいです。すいません、ありがとうございました。あ、素晴らしかったですね、ありがとうございます。すいません、盛り上げていただいて、わ、ね、マリノスのサポーターの方も来て楽しんでいただいてるっていうのは嬉しいです、ありがとうございます。すいません。ということで今何分ですか。ちょっと時間まだ大丈夫ですね。今まだもうちょっとある。今28分、18分。あ、もうちょっと喋れますね。嬉しいです。嬉しい。よしきさん、今日のちょっと、はい、展望、どんな試合になるか、こういう展開になってほしいみたいな、なんかよしきさんからあるんですか。まあ僕はサガン鳥栖が今なかなかうまくいってないですけども、はい、やっぱりこう、これ何が正解なんですか。こんなことあります。俺と YOSHIKI さんが、あ、これだと一緒か、意味ないか。あれ、これでもみんなどうやってたんですか。高野団の方全然羽織ってなかったですよね。一人だったから。あれ、これ心霊現象ね。違いますよね。あ、今大丈夫です。大丈夫ですか。はい、まあ本当にうまくいってない状況であるんですけども、はいはいはい、サガン鳥栖の今やってるサッカーはぶらさずに、うん、突き通してやることが大切だと。そっか、初めてね今シーズン連敗したけども、はい、ここでブレるとまたやってきたことがね、そうですね、意味ないことになってしまいますから、はい、一回ここで、まあ、もちろん、うん、うまくいかなかったところはしっかり修正して今まで通りこうゲームコンセプトしっかりこう突き通してほしいなと思います。河合監督のこの戦術というか、そのシーズン始まってガーッといった感じが今ちょっとまた研究されたりとかね、うん、やっぱ相手チームもちょっとこう見て今って感じですもんね。そうですね。ただこっからまた上に行かないとね、意味がないですから。絶対こう今日はやってくれると僕は信じてますので、はい、さっき僕事務所のね前通ったらあのトイレ行くふりして選手のね、控え室があったんでちょっとだけ覗いたら、はい、藤田選手がバナナ食べてました。本当やっぱかっこいいね、藤田さん戻ってきてくれてありがとうですし、バナナ食べるんだと思ってね。バナナ食べて姿がかっこよかった。かっこよかった。似合ってた。似合ってました。さすがキャプテンって感じでしたよね。素晴らしいです。なんかもうこんなこと言っていいのか分かんないけど、ちょっと河合監督にもご挨拶させてもらって、もうにこやかにね、もう思ったより大きくて河合監督、そうですよね。そしてまたイケメンですね。いやイケメンですもんね。もう僕はやっぱ河合監督を見て私服全部黒で今まとめてます最近。
本当にそうですね、はい、今日来たのも全部空港から降りてきたらもう河合監督みたいな感じでサガン鳥栖のスタッフの方もあれみたいな監督来たみたいな感じでしたからいやかっこいい憧れますけれどもうわーこうやって YOSHIKI さんとねサポーターさんの前で僕いつも東京でねアウェーでまあツイッターでつぶやいたりとか、はい、そんな感じだったんで、うん、こうやって皆さん前で生でこうやってお話 YOSHIKI さんとできてるっていうのはねもう本当に何度も言うけど本当に嬉しいんです。いや本当にこう東京におられても、うん、本当に SNS でサガン鳥栖のことを気にされてくださったり応援してくださってるっていうのは、はい、もう皆さん分かっていたし本当にこうすごい嬉しいんじゃないかなと僕は思いますけどどうですか。大丈夫ですかオラキオ、なんかもっとドブロックの方がいいとかねあいつらねあいつらって言うとあれだけど後輩なんだけど鳥栖高校でサッカー部なんですよ、うん、そうです。で僕の1個下ね。だから今後はやっぱドブロックを中心に僕もちょっとこう混じっていこうかなっていうのは思いますけれども。でもやっぱ鳥栖市出身ですからね。そう鳥栖市出身でサガン鳥栖があることのこの幸せっていうかね喜びが本当にでかくて、はい、嬉しいですね。もう毎回ね大体東京関東近辺以外でやっぱダゾーンで見ることが多いんですけど、うんはい、もうありがたいですよ本当に。一回ねセレッソ大阪だいぶ 前のシーズンですけどセレッソ大阪に負けた時に悔しくてねあいつら胸くそ悪いサッカーしやがってってつぶやいたらすげえプチ炎上しましたね本当に良くないですね。やっぱ負けた直後にツイッターやるのはやっぱ良くない。一回冷静にならないですね。一回冷静にならないと勢いに任せてツイートすると、はい、本当やっぱ怒られちゃいますから、はい、だからそれだけは気をつけて、はい、なるべくポジティブなねツイートにしようとは思ってるんですけども、うん、わーありがたいですね。じゃあちょっと皆さんそうかこれコロナじゃなければみんなでねなんか勝利を信じてサガン鳥栖みたいにやりたいんですけどそういう感じでもないもんね。さっき午前中にフェスがあったんですよ、はいはい、音楽フェス、はい、音楽フェスも行ってこっちも来てるって方いらっしゃいますか。あーありがとうございます。意外と少ないさあもちろんもちろん YOSHIKI さんもねもちろんもちろんねそうなんですけどでもなんか J リーグ初の試みだったらしくてもうこれがまたこう高齢になったりとかそうです、ね、やっぱ J リーグだって鳥栖市って言ったら僕出身だから言えるけどちっちゃい町ですよ。それが J リーグのチームで初めてのイベントやったりとかしながら、まあ、上位もこうキープしながらねやってるのすごいことだと思うんですよ ね、 まあ、本当にクラブはいろんなことにチャレンジしていかなきゃいけないと思いますし、もう本当にこう皆さんに愛してもらえるクラブになっていくように僕自身活動していきたいと思います。でも嬉しいですね。YOSHIKI さん出身が佐賀じゃないわけじゃないですか。でももう現役引退してすぐ鳥栖のためにいろんなとこ回ってくれてもう YOSHIKI さんが残ってくれてるっていうのすごい嬉しいですよ。ありがとうございます。本当に嬉しい。でまた鳥栖ってねなんか何年かもう何年か短いサイクルで選手が変わってしまうこうやって YOSHIKI さんみたいに長くねいらもうさっきフェスでも池田圭さんがね協力してくれたんだけど長く鳥栖にいる選手っていうのが一人でも二人でも多くいる中で地域の人たちとねつながっていけたらもう嬉しいんだけどな。本当に地域の皆さんにも愛されるクラブにしなきゃいけないし、ね、選手もどんどん来たいずっとサガン鳥栖にいたいって、はい、思ってもらえるようなクラブにしていきたいと思います。いやもう本当にね腹立つのがね東京にいるとねサガン鳥栖ファンっていうとねあ J2 ですかって未だに言われるんですよ。もう11年おんねんこっちはっていうね腹立つほんま。でも東京の皆さんとかねそういう人たちも、うん、あサガン鳥栖で J1 ですごいやってるねっていうところをアピールできるようにね。そうですね、やっていきたい。まだまだ発信していきたいと思います。本当嬉しい。どんどんいろんなことやって。今何分ですか25分。あじゃあもうあ始まってきた DJ ゆうやさんの声ゆうやさんのゆうやさんも声いいですね。ねえ俺サガン鳥栖出たい、はい、呼んでくれいつかサガテレビ関係の皆様ドブロックに冠番組与えてる場合じゃないですよ本当に、ね、これは NHK ですね。あ俺 NHK サガテレビじゃない。ああれ NHK でやってるんですか。素晴らしい。カチカチが私がカチカチは YOSHIKI さん入ったから嬉しい。ありがとうございます。なんで僕を呼んでくれないんだカチカチ、ね、いやでもちょっと買ってほしいですね今日はね。買っていいお酒が飲みたい本当に。僕今日泊まりなんでね。あありがとう。共に戦いましょうマリノスバチバチでいきましょう今日は。ありがとうございます。
でも本当にフェスにもマリノスサポーターの方が来てくれてて、うん、すごい嬉しい。まあ言ったら小林さんが DJ 回したんですよ。 DJ パンゾーで、 DJ パンゾーで、なんかすげえな横浜のノリが佐賀県民ちょっと恥ずかしくそんなことない、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、共にいい試合しましょう、ありがとうございます。僕がやるわけじゃないけど、ありがとうございます。一緒にでも戦いますからね。いやもちろん魂の、そうですよ、応援ですよ、はい、ねえ、はい、いやーなんかオラキオ来たら負けたとか言われたくねえな。ここから始まりですからね。そうですよね、はい、やっぱオラキオ来たら使ったよみたいな、はい、でもあれもあれでねない方がね、そんなサッカー甘いもんじゃねえよみたいなね、お前が来て勝てるんだったらもう毎回呼ぶわみたいなねありますから、そんな甘いもんじゃないことは分かってるけど、ホームで勝利っていうのはもう最高ですからね、うん、そうですね、ぜひとも、はい、ちょっとやっぱホームで負けが今ね続いてるから、うん、もうこんなサポーターの皆さんちょっとがっかりさせるわけいかないですよ、やっぱりいかないです、うん、はい、今日はもう絶対勝つ、絶対勝つ、勝つ、ちょっとマリノスのサポーターの方が言ったから言ってるわけじゃないですよ絶対勝つ、本当にね、しっかり全員で勝ちに行きましょう、はい、ということで、はい、ちょうどいい、皆さんこれで移動して試合が始まるまでに余韻でちょうどいいぐらいの時間ですね、はい、ありがとう、ナイスタイムキーパー、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでこれにて、はい、よしきさんとオラキオのトークショーを終わらせていただきたいと思います、はい、また僕必ず来るんで、なんならね、これ8月6日に鳥栖の土曜夜市ってお祭りがあって、そこに僕別でお祭りの感じで呼ばれてるんで、7日のジュビロ戦は来ますんでね、またホームで応援できるんですよ、ありがとうございます、はい、ただトークショーがあるかどうかはちょっと分かんない、これを見てスタッフさんがね判断するかもしれませんけど、いるんでぜひとも声かけてください。で僕普段は体操着じゃないで河合監督みたいな格好してるんで、ちょっと気づかないかもしれないですけど、ぜひとも気づいたらもう写真でも何でもサインでも何でも僕なんかでよければやりますんで、ぜひとも共に戦いましょうということで、ありがとうございます。よしきさん最後に一言お願いします。今日はみんなで勝利勝ち取りましょう、お願いします、お願いします、応援よろしくお願いします。ということで以上トークショーでございました、ありがとうございました。